エマニュエル・アデバ・ヨール、シェイ・エマニュエル・アデバ・ヨール、シェイ・イムニュル・アディア・ベイヤ、1984年2月26日タイ、は、トーゴロメ出身のサッカー選手。スユペルリグ・イスタンブール・バシャクシェヒル・エフケ所属。東ゴ代表。ポジションはフォワード。東ゴで、プロサッカー選手を志し、U-15 レベルでの国際大会を経験すると、多くのアフリカ系。 サッカー選手の所属するフランスのリーグアンへの挑戦を決意し、1999年に FC メスに入団。その後2年間ニュースチームで練習を積み、2000年7月8日には2002フィーファワールドカップ予選の対ザンビア代表戦で、16歳にして東後代表デビューを果たしている。リーグアンのデビューを果たしたのは2001から02シーズン。 このシーズンは9試合に出場し2ゴールを記録したが、チームは2部への降格が決定。2部でのプレーとなった2002から03シーズンは、チームのエースストライカーとして35試合の出場で17得点を記録した。シーズン終了後、2003年8月1日に、A.S. モナコに移籍した。2003から04シーズン、チームは、スペイン代表、フェルナンド・モリエンテス。 クロアチア代表、ダドプルショ、今後代表シャバに飲んだ東大表クラスのフォワードを揃えていた。この年のモナコは、チャンピオンズリーグで決勝まで進出する快進撃を見せたためローテーションを採用しており、特に、モリエンテス、同シーズンチャンピオンズリーグ得点王やプルショが、チャンピオンズリーグに重きを置かれ起用されたため、リーグ戦31試合出場で8ゴールを記録している。 チャンピオンズリーグでは FC ポルトに敗れはしたもののチームは準優勝した。同大会では9試合に出場0ゴールだった。2004から05シーズン、モリエンテスがレアルマドリード、プルショがレンジャーズ FC にそれぞれレンタル復帰、移籍した。リーグでは35試合に出場至急ゴールを上げチームは年間第3位の成績を許た。2005から06シーズン、 引き続きチームのエースストライカーとしてプレーを続けたがシーズン途中でフロントとの関係が悪化していたデシャンが監督を辞任。アーセナル FC の監督アーセンベンゲルがオファーを出し2006年1月13日に両チーム間で移籍が合意に至った。移籍金は700万ポンド。このシーズンモナコでは13試合に出場し1ゴールだった。かねて より憧れの選手であったヌアンコカヌ、元ナイジェリア代表 FW が在籍したチームへの移籍が実現し、背番号はカノがつけていた25を迷わず選択。プレミアデビューとなった2月4日の対バーミンガムシティ FC 戦で早速得点を記録。12試合に出場し4ゴール4アシストの成績を残した。このシーズンもチャンピオンズリーグでチームは優勝を果たせず、 準優勝に終わった。2006から07シーズンは長くチームを牽引してきたデニス・ベルカンプが引退、ホセ・アントニオ・レジェスがレアル・マドリードに移籍。29試合に出場しながら8得点の成績を残しているが、これはフォワードとしては最多の成績である。不動のエースだったアンリが FC バルセロナに移籍した2007から08シーズン。 9月22日にタイダービーカウンティ FC 戦でアーセナルでの初ハットトリックを決める順調な滑り出しだったがその後の9月27日のウエストハムユナイテッド FC 戦からはカップ戦を含めて8試合いのゴールと伸び悩んだしかし11月12日のレディング FC 戦で得点して以降はコンスタントにゴールを重ねクリスティアーノ・ロナウド マンチェスター・ユナイテッド・ FC やフェルナンド・トーレス、リバプールと得点王を争い、最終的にプレミア2位体の24ゴールを記録した。2008から09シーズンは負傷もあり、プレミアリーグでは27試合出場10得点の成績を上げ、チャンピオンズリーグでは準々決勝のビジャレアル、CF 戦でバイシクルシュートを決めるなど5位タイの5ゴール上げ、アーセナルのベスト42に貢献した。 同年統合の選手として初めて、アフリカ年間最優秀選手賞に選出された。2009年7月19日、マンチェスターシティ FC へ移籍した。シティでのデビュー戦となった、ブラックバーンローバーズ FC 戦で移籍後初得点を記録。9月12日のフルスアーセナル戦では、決勝点を挙げた。2010から11シーズンは、カルロステベス。 マリオ・バルテディに次ぐ FW の3番手となり、出場機会が減少。前半戦は8試合の出場と1得点に止まった。さらに冬の遺跡市場で、VFL ・ボルフスブルクから、エディン・ジャコを獲得。そのためアデーバ・オールは2011年1月25日に、出場機会を求め、ゴンサロイグアインの負傷により、FW を探していたレアル・マドリードへ、買取オプション付きで、 レンタル移籍した。1月30日の CA オサスナ戦に途中出場し、レアルマドリードでのデビューを果たすと、2月3日のセビージャ FC とのコパデルレー準決勝セカンドレグで移籍後初得点を記録。その週末のレアルソシエダ戦ではスペインでの初得点を挙げた。しかし、出場機会を得られず、最終節のドアルメリア、この時再開で、 すでに降格が決まっていた線で、ハットトリックを決めたものの14試合で5得点の成績を残し、シーズン終了後にシティに復帰した。シティ復帰後も、セルフィワグエロの加入もあって、控え FW という立場に変わりはなく、夏の北米ツアーにも帯同できなかった。出場機会を求めて2011年8月25日にトッテナムホットスパー FC レンタル移籍。 33試合で17得点の活躍を見せ、2012年8月21日に完全移籍が決まった。2012から13シーズンからは、背番号を1二変更、チームの中心選手として活躍してきたが、2014から15シーズンに入り、ハリー・ケインの台頭で出場機会が減り、2015年9月13日にトッテナムとの契約を解消した。 2016年1月26日、クリスタルパレス FC に移籍した。2017年1月31日、イスタンブールバシャクシェヒル FK に移籍した。2006年は、統合代表として2つの国際大会、アフリカネーションズカップ2006と 2006FIFA フフワールドカップに臨んだ年でもあった。ワールドカップの予選では、 チームのエースストライカーとして12試合に出場し11ゴールを挙げ、同国のワールドカップ初出場に大きく貢献したが、アフリカネーションズカップではグループリーで敗退した。新監督にオット・フィスターを迎えて臨んだ、ワールドカップでもチームはグループ G を突破できず、アデバイオールもノーゴールのまま大会を去っている。2010年4月12日、 後述するアフリカネーションズカップ2010における東後代表襲撃事件の経験から東後代表での引退を表明した。2011年3月23日にはアフリカネーションズカップ予選のマラウイ戦3月26日に向けて東後代表に招集されたがその後代表復帰を否定した。同年11月10日1年7ヶ月ぶりに 統語代表に復帰することが発表された。通算7630。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。